冬の食品大特価市ではこちらワインがずらーっと並んでいて、なんと550円均一なんです。さっきのでいい。今日から大丸札幌店で始まった冬の食品大特価市です。およそ500種類の商品がお買い得な価格で並びました。買い物客が次々とカゴに入れていたのはワインです。ワイン1本550円、定価のおよそ3割引きで購入することができます。こちらの男性は自分用にとワイン10本をお買い上げ。ワインはよく飲むんでスーパーで買うより安いですよね。さらに飛ぶように売れていたのが油です。こちらでは処分されるはずだったギフト商品が並んでいて、なんと定価のおよそ半額で売られていました。値上げが続く油ともあって、開店後15分ほどで棚からなくなるほどの人気ぶりでした。今ちょっと油高いって聞いたんで、だからこういう機会利用しないと、やっぱでも定価ちょっと、やっぱりちょっと買えないところあるんで。さらに今年注目の商品がこちらです。缶詰とレトルトの商品です。定番のお酒やサバだけでなく、パンの缶詰といったユニークな商品も登場しています。なぜ缶詰やレトルト商品が注目されているのでしょうか。今シーズン大雪で停電っていうニュースがありましたので、災害備蓄品っていうところで電気がなくても、レトルトでも温めなくても美味しく食べれるカレーですとか、お買い得にっていうところで今回集めました。先月下旬、暴風雪の影響で紋別市や湧別町などで大規模な停電がありました。電気が使えず不便な夜を過ごした人も。デパートではこの停電をきっかけに、賞味期限の長い商品を食品大特価市に揃えたということです。中には5年間持つっていう商品もありますので、この際にちょっとまとめて買っていただいて備蓄していただくっていうのもいいかなと思います。備えあれば憂いなし、いざという時に役に立つものも。宝探し感覚で楽しくお得にお買い物できそうです。